委員長、マジ感謝だよ。委員長がいてくれなかったら。不幸中の幸いだったね。職業体験は俺の考えだ。うまく説明できないけど、僕もあの時は。とにかく、大した怪我じゃないし、大丈夫だから。まだみたいですね。委員長も静かに療養に専念できるというもの。委員長、無事か？俺はてっきり。心配しないで。本当にかすり傷だから。ほら、委員長がびっくりしちゃってんでしょ？いや、そう思い詰めんなって。お前一人の責任ってわけでもねえだろ。そうじゃねえ。そりゃそうだけどよ。ボルト、父ちゃんもゴーストを追ってるんだろ。いっていってってって、そこ引っ張んとこじゃねえってばさ。もう体内のチャクラを限界まで失っていたそうだ。もうガキの探偵ごっこじゃ済まされなくなっている。なこと分かってるよ。いや、ボルトたちは職業体験をしていただけだ。俺の言いつけ通りな。だが子供は大人以上の働きを見せることもある。担任である俺がきちんと把握しているつもりだ。お前に任せろってばよ。お前たちに解決してほしいと言った覚えはない。先生！先生に借りができちまったな。でもあの局長まだ怒ってたりしないかな。もうとっくに配達に出ていていい時間ですよ。あ、頼りさんが？今度またいい加減な配り方をしたら。地味な仕事かもしれないけど、今日僕らが担当するのはこの2番のルートだよ。これじゃあルート以外の場所に死角ができちゃうってことだね。お、これでどうだ。無理無理無理。んだと、なせばなるって言葉知らねえのか。出たよ根性論。私なら平気だって。お父さんたちもう来てるでしょ。休憩は終わりだってばさ。そうだね。お前がいくら焦っても。みつき、またゴーストが出たみたい。ラーメン食いに行くけど一緒にどうだ。今日中にこれ調べ終えたいんだ。お前には何の関係もないんだ。責任を感じることなんかねえってばよ。もし根の人間が関わっているとしたら、早くそいつを救ってやりたいんだ。くそ。こうも外れ続きってのはどうにも解せねえな。見事に外れてんな。今んとこ憶測だがな。だとしたらそう思ってな。え、手伝いを呼んであるんだ。委員長たちが怪我をしたというのに黙ってなんかいられませんからね。んで、あっちら何すればいいの？作戦を教えてください。知らせる手段はどうするの？岩部、頼んでた例のもの。おお、なんか作戦っぽいな。任せといてよ。しゃあ出発だ。おお、せっかくもう一度仕事を任せたのに、目を離すとすぐにこれだ。こんなことだから配達が遅れる。お、うん？これは宛名のインクが薄い。私たちがこれだけこまめに丁寧に。これもこれもこれも。ああ！やっと見つけたってばさ。だとしたらそれを利用しない手はない。この郵便局が唯一の盲点と思わせるためにね。今日こそ決着つけてやる。まずいな。ドトン、ドリュー壁。
すまねえ。こんなくだらん仕事など適当でいいのだ。サヨリさん、だから絶対に手を抜いちゃいけないんだ。早すぎでしょう。僕たちまだ水の上歩けないしな。帽子が歪んでいますよ。あの分なら心配なさそうだな。ボルト、ごめん。考えたくもねえ話だが、案外俺たちの近くにいるのかもな。周りを見てみろってばさ。何突っ立ってんだよみんな。早くしねえと終わらねえぞ。我が悲願の時は近い。いいぞ元気。僕だっていつまでもできないままじゃないんだ。電気と一緒じゃ合格できねえだろ。みんな静かに。今回の訓練だが、スリーマンセルでの行動が基本。任務成功のためにはチームワークが不可欠。その時の班編成の参考にするために時々。本日の訓練はこれまで。ありがとうございました。もう少しで犯人を捕まえられたのに。まあそれは仕方ねえが、こっちが探っているのを知りながら危険を冒した。ここまで来てやめられねえってばさ。子供扱いされてたまるか。おい待ってよボルト君。あ、僕も行くよ。任務成功のためには僕が先に進むのが定石だよね。僕はなんであんな行動を取ったんだと思う？あ？特に気になった生徒はいたか？あとは渦巻ボルトですかね。いいだろう。俺は7代目からボルトのことを。はいはい分かったわよ。同時に問題を起こす中心でもあるんですけどね。これボルトか。今忙しいんだ邪魔すんな。ああこういうのはそれぞれの物体について分けて考えるんだって。ねえ、なんだよ喧嘩売ってんのか。でも今の君は随分楽しそうだね。ああ随分ボルトのこと気にしてるみたいだけど。なんでボルトの周りには人が集まってくるの？全部自分の目で見て判断している。自分がほかげの息子って勝手な評価を押し付けられてきたのが嫌だったからさ。でもだから人が集まる。一番ストレス溜まってんだろうなって考えすぎか。だいぶ元気になったみたいだね。一人で来たの？怪我は大丈夫？うん、もうすぐ退院できるって。ねえ、一つ聞きたいんだけど、イノジンは委員長が一番ストレス溜まってるって言ってたけど。でもなんだか楽しいよね、ボルト君がいると。まだわからないかな。そうなんだ。美月君は私と同じかと思ってた。みんな死んじゃったから。
でも私はお父さんのような才能もないし、ずっと不安で張り詰めてて。ねえ、君をそんな目に遭わせた相手のこと。そう思う。いつまで俺たちこれやるんだろう。さあな。早く。ただいま。お帰りなさい。お邪魔します。なんだよ、そんなに珍しかねえだろ。恥ずかしいからそんなにはしゃぐなよ、母ちゃん。普通でいいって。父ちゃんは？うん、パパも一緒だよ。嫌なの、ボルトは？別に言おうってことねえけど。あ、その辺適当に座っていいぜ。僕まだちゃんと話をしたことないんだ。しょうがねえな。圧倒的な術を使いこなすその実力は五影最強かもって聞いたけど。母ちゃんにデレデレしてラーメンばっか食ってる口うるさいクソ親父なんだよ。それは。二人ともご飯できたわよ。君いつもハンバーガーか焼きそばパンしか食べてないから。ただいま。あ、パパだ。ああ。ひまわりもママと一緒にご飯作ったんだ。おお、そいつはすげえな。ああ、話は聞いている。渦巻きナルトだってばよ。はい、僕も。何言ってるんだってばさ。俺の方がよろしくしてやってんだぜ。分かった分かった。なるほど、やっぱり君の親だね。一緒にすんなよ。異様なチャクラ。ああ、里の中に広がってると結界班から報告があった。たまに早く帰れたんだ。すぐにそっちに戻るってばよ。ちょっと厄介なことが起こっ、いつもそうだ。父ちゃんにとってこの里みんなが家族なんだ。わかるな。そんなの知らねえってばさ。美月、頼む。はい。ほかげって思ったより忙しいんだね。何をしてもほかげだから、ほかげだから家にも帰らねえ。俺はほかげなんて大嫌いなんだってばさ。里のために一番近くにいる人たちを犠牲にするのがおかげだってんだ。こいつがあなたのできなかったことを。ねえ、ボルト。僕、君に伝えたいことがあって。ゴースト事件の犯人。